感じで、はい、こういう感じで塗っていきます。塗っていないものがこういう感じですね。で、今回は塗っていないものに塗っていきたいと思います。動画ではメロン牛乳浸しパンを作ったんですけど、それ以外のものをさっき動画撮り終わった後に着色してこういう感じになりました。黄色とかバナナとか牛乳とかイチゴとかそういうのを作りたいという方が絵の具を変えるだけで大丈夫です。というわけで今回はこのような感じで食パンの耳、牛乳浸しパンの耳をつけていきたいと思います。それでは早速やっていこうと思います。まずはこれにしようかな。はい、じゃあこれにしますね。はい、こういう感じの牛乳浸しパンにつけていきます。あと耳の材料なんですけど、耳の材料ちょっと汚いんですけど、紙コップがなかったのでプラスチックのコップでやったんですけど、ジョイントコークとお水とイエローウォーカーの絵の具と焦げ茶色の絵の具を混ぜたものになります。かなりこういう感じで水っぽい感じですね。見えなくてすいません。こういう感じですね。はい、で このような感じの色なのでこういう感じの色になるんですけど、塗っていこうと思います。それでは早速やっていこうと思います。あ、こっちか。はい、映ってるかな。こういう感じですね。カメラをね、前に持ってきますね。はい、こういう感じです。こういう感じ、わかるかな。はい、あとゴム手袋してますね、万が一手につくのはあれなので。こういう感じで染み込ませていきます。こちらをやる時の、ポイントとかはゆっくり丁寧にやらないと垂れて大変なことになっちゃうので注意しながら塗っていきます。あと私はこういう感じのバターナイフかな、はい、バターナイフでこうやって塗ってますね。こうやってすくってこうやってのけてちょんちょんってやってこうやって塗ります。はい、こんな感じですね。こんな感じです。はい、ここもねやらないと角のところはちょっと大変かもしれないんですけど、こういう感じで塗ってください。こちらの耳のものをね全部やったら、今度は乾かした後に仕上げをやっていきたいと思いますので、仕上げの動画はパート3で出すので、その動画ももしよかったら今度見てみてください。これが私が乾いた後に動画投稿するので、明日とかになるかもしれないんですけど、明日とかに動画アップするのでぜひご覧ください。はい、こういう感じです。塗ってみました。こういう感じで食パン牛乳浸しパンの耳がね、すいません、牛乳浸しパンの耳がこういう感じで着色することができました。本当のものはもうちょっと濃いかもしれないんですけど、でも結構牛乳浸しパンっぽくなったかなって思いますね。はい、こんな感じで、なので皆さんもぜひやってみてください。はい、こういう感じでね着色してみましたので、次回は、こちらの牛乳浸しパンが乾いた後に、こちらが乾いた後に仕上げを塗る動画も出したいと思いますので、そちらもご覧ください。というわけで今回の、牛乳浸しパンの作り方パート2は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。